きそうな。なんかいる。なんだ。ああ、鹿だ鹿だ。よかった。クマかと思ったよ。キュウケイのが。え、ここで並んだ。車がいるよ。疲れるよ。うわあ、紅葉が。うわあ、なんか小屋があるんだな。ちょっと行ってみようか。窓は全くない。なんだこれ。暑いもん、最近暑くて苦手。モーラップはこっちか。こちらから降りるんだな。通ることできないって何だか書いてある。まず青空に紅葉生えるけど、湖面にも生えるね。結構荒れ放題なんじゃないのかね。うわ、すげえ。うわ、いや、結構降りるね。よし、なかなかの荒れ放題の遊歩道降りてきて、もう湖岸なんだけども、降りるかな。待って、これ掴みやすいですね。いいですよ、結構。着やすいのかもしれない。あれは支笏湖温泉の方だね。お腹色っぽいですね。知る人ぞ知るって感じだね。下もこうなってるのか。あ、こっち側から来てもよかったんだな。ここ浜になってるね。ああ、ゴツゴツ感がいいわ。僕もあの遊覧船乗ったことあるんですけどね。ここはやっぱりビュースポットですね。
これすげえカーブだったね。カーブってクランクに近いな。これ何の池かな、基礎かな。やっぱ基礎ですね。 あっち側の方なんかありますね。道がある。なんかあったんですか。道があるんだよな。これまっすぐこうやって林道をまっすぐしとけばよかったのに、なんでこっちは来れないようになってるんですかね。あ、外資じゃないかな、電線とかあったんだよね。あれ、これ懐かしいタイプのジュースの瓶とか缶とか。玄関だったんだ、じゃないかなっちゅう。結構でかいやつ。旅館とかかな？旅館？あ、これは。立てかけるあの長尺とか自転車、あ、スキーか。こうして見て何か見えないですけどね。何も見えないですけども、でっかい施設があった。